はい、ともゆきです。では、アイスボーンズからやっていきたいと思います。次は、オドガルン・アシュですね。に行くんですが、オドガルン・アシュに関しては水が効くのかなっぽいのと、あと、流属性攻撃してくれるらしいんで、流耐性を上げる装備をしてみました。こんな感じで、まあ、行ってみたいかなと思います。はい、では、クエストですね。やりましょう。マスター任務。オドガルン・アシュ。これより歌によって活性化したモンスターの記録を開始します。オガロンか、シャートバル。近づいている。早そう。うわっ、マジか。
お供がいい仕事をした。大抜けたんじゃないかな。そしてやりにくそう。
ちょいかな。
で、あ、そうだよね。さて、よく聞け。セリエナを守るか。攻撃を拘束し、流域なんとか法を感じがある時間が。防御壁の耐久値下げないと。今回は、うち、やっと撃退と。燃料の装填。さあ。行くぞ。準備は万全。気合も十分。セリエナを守るため、いざ。はい、ということで。まあ、オドガロン亜種に関しては、まあ、流耐性アップしていったので、まあ、なんとかなったかなというところで。はい。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っていますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。